南風陽子、1930年1月22日から2007年8月19日は日本の女優、劇団民芸に所属していた。兵庫県神戸市出身。夫は映画監督、演出家の若杉光雄。娘は女優の若杉民。元宝塚月組のさっきリ世は登園にあたる。戦後、満州から引き上げ者となって、 神戸に引き上げてきた後に、学生演劇に熱中していた折、関西学院劇研の顧問をしていた宝塚、歌劇団の演出家、堀正樹に勧められて、兵庫県立第一神戸高等女、学校卒業後の1948年に、宝塚音楽学校に入学して、翌年に、宝塚歌劇団に入団。宝塚歌劇団36期生。 宝塚入団時の成績は主席。同期生の有馬稲子とコンビを組んで男役スターとして人気を博したが、1953年3月25日に退団。在団中の愛称の炉。退団後は新東宝と契約。1959年、宇野十吉の勧めで劇団民芸に入団。以後も舞台、映画、テレビなどで活躍した。 1985年、木の国屋演劇賞。1995年、菊田和夫演劇賞受賞。2007年8月19日、水臓癌のため横浜市鶴見区の病院で死去。去年77。改名は、南風院校、室友博大師。南風陽子、涙を真珠に変えて、新日本出版社。2007年、24から26ページ。 A.B. 監修、小林光一、宝塚歌劇百年死に時の橋渡り続けて、阪急コミュニケーションズ、2014年4月1日、45から46ページ。ISBN 9長7844億8414万6千獣。ありがとうございます。